皆さんおはようございます。ビールのオッケーでございます。今回はですね、超上品祭弾いていきたいなと思います。はい、どうやっていきましょう。確定来ねえかな。来ないね。一体は出てきてほしいぞ。お。よっしゃ。うわ。来たー。やばし。勝ちじゃん。あと一回引いて割ろう。うわ、勝ちだ。勝った。ガチャ引く理由がね。ガチャ引く理由がね。ガチャ引く理由がね。やべえ。あ、ゴースト。すっげー出てくるゴースト。何体目だゴースト。あ、15だし。ゴスト4体で出るよ。何こいつ。超破壊。なるほどね。いや、出たよ。来た来た。神ってるとしか言いようがない。いや、ガブリエル来たね。いや、ずっと欲しかったんだよ。で、このゴスト。このゴッスとどうにかならんかな。こいつは全員欲しい。ラックさんとラックをまとめるか。ちょっとまとめよう。これ1で5、これ5か。じゃあ、これ5なんだけど。こいつ2でしょ。意味ない。こいつ1。こいつ1。こいつは3。こいつが3。よかった。隠しじゃなくて、しかもゴースト出てきたし、俺なんかゴーストに好かれてる気がする。ツァイコフスキー、レビアタン、レビアタン一体作ってんだよね。意味ないけど。うわ、ガブは強い。アンチダメージオール枠がさ、一気に。いや、アンチダメージオール枠がさ、そう、今こいつ5だった、こいつ5だった。今アンチダメージオール枠がさ全然いなくてさ、困ってたんだよね。70あれば明日水曜だし厳選いけるしね。いや、ゴースト残した方がいいのかな。一体ぐらい売っていい気がするんだけど。これこいつ4か。1いないっけ。いた。それにあれも来るしね。次さ、プラス2枚とか来ねえのかな。経験値2が、経験値大成功率とかアップとか来ねえかな。こいつ1、こいつ1、こいつ5、11。ラック引き換え。いやー、勝った。中心祭に勝った。なんかもう俺、当店マスターさ、もうお蔵入りにしていいんじゃないかなって、今思い始めたわ。こいついらないから。
て、いやよかった、2回です、20連で3体か、少ないのかもしれんけど、いいでしょう、高望みはしない、高望みはしていけない、いやガブリエル来た時点で高望みしちゃいけないんだよな、ずっとガブが来るの待ち望んでた。そう、俺大黒天がさ、こいつが来ないっすよ、大黒天すっげー欲しかったもん、ガブが来なかったから。叫びかけたわ叫びかけたよ、本当に。危なっ、これであれに困らなくて済むわ。そう、フレンドのさ、フレンド枠がさ、いつも途絶えるんだよね。ガブリが、ガブリアスが、ガブリアスじゃない。何ガブリアスと、なんでポケモンになったの。いや、俺でもなんかんだ言ってチャイコフスキー好きだから。5倍来ないかな。これバルドルだっけ、バルドルも結構好きなんだよね、絵が。いや、なんか今だったら何でも好きに思えるわ。どうじゃ、こいつも払って、こいつ来た時さ、一瞬ガムに見えて嫌なんだよね。超破壊どっかで使えっかな、超破壊はいいとしよう。いや、勝った。最近ガチャ運いいな。よし。というわけで、今回の超獣人祭は、超獣神祭はガブリエルが当たったので、僕は満足です。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。